疑えば穴に落として砂かける。
あ、ピザの部分を奪います。マンじゃねえか。ふわふわのマンだ。グラタンのグラの部分を奪います。どこ。グラタンのグラどこ。奪っていいよ。どこ。それもよし。どんな気持ちになればいいの。どんな気持ちにさせんだ。おい、保険の授業終わり。さあ、お茶見え。ダイモンズと問題児はなんと4月4日にコミックス1巻が登場。みんな要チェックだ。いや、すごい。いや、すごい。欲しいよ、あれはね。どんな気持ちになればいいのか、ね、さあ、そんな大文字と問題児を読める最強ジャンプ動画ストライゴーは明日登場。6も超超超豪華ワンピースのミニカードがたくさんついてくるぞ。すごいな、ピカピカのカードかっこいいな、ね、見てくれ、俺はね、このエースのカードがいいな。この2つは全く同じカードだぞ。ぜひ見るとね、手が見えたしね。よしね。さあ、この後は小学生の楽しみを応援、学校で自慢できちゃう元気を集めた鬼滅学園全集中クイズじゃ。全集中クイズ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。例えば鳥が羽ば
回答えてちょ。分かった。だからこれね、ボーリーアーティストもプロになるとね、多分この音だったらね、口で出せると思う。違うと思うけど、正解はこれじゃ。正解します。口で出せるか。ああ、お願いします。そういうことでした。そうなんだ。めっちゃ刀の音が、それで金属の音が鳴ってたんです。種になったね。おーい、もう中学生。そして、ためになるといえば、ジャンプでもこんな雑誌が登場したじゃん。その名もベンタメジャンプ。少年ジャンプが本気で作っちゃった学習漫画誌。人体の秘密や YouTube の作り方など超人気作家がお届けするじゃん。ぜひチェックしてみてね。はい。さあ、この後はおはとまの夢を応援。俺の小学校の夢はサッカー選手だって博士に言うって言われてます。忍者で進撃の巨人コーナー基本プレイ無用。この世から一気に殺せ。人間同士忍者コラボでプレイだ。アンホーバース。おかげさまで70周年、感謝の気持ちを送ります。はい、今だけ特別銀星三種のプレゼント。はい、当ててー。まとめてポン、レンジでチン、鍋なし、手間なし、やがり、いっぱい、キッとパスタ、やがり。続いては、プレゼント学習。おはスタでは夢に向かって突き進むおはトモを全力で応援するじゃん。さあ、月曜日はね、こんなおはトモを応援したいと思いますが、皆さん。ジャンプ大好きヒロト君。ワンピースをきっかけにジャンプを好きになり、今では部屋中ジャンプグッズだらけ。そんなヒロト君の夢を教えて。漫画家になりたいです。小学生のなりたい職業として大人気の漫画家を目指すヒロト君。小学2年生から漫画を描き始めて早5年目。これまで描いた作品の数はなんと19作以上。アクション漫画からギャグ漫画まで様々な作品を描いているんだって。その中でもギャグ漫画が友達に大人気。ヒロト君の漫画にはプロも驚き。週刊少年ジャンプの中野編集長も思わず吹き出しちゃう。ワンピース学園の作者コウジ先生もやばいキャラクターです。面白いって言って。次回プロの技を学び漫画力アップを目指す。いろんな壁にぶつかりながらも夢に向かって踏み出すヒロト君をお楽しみに。最初ちょっと力入れてちょっとずつ力抜いていくって。それと、これを見れば君も漫画を描きたくなるかも。すごい、ヒロト君のレベルアップした漫画見てみたいね。もう結構一歩踏みダッシュしてほしいね。そうだね。これを見れば漫画の楽しさがもっとわかるようになるから、来週も絶対見逃すなよ。おはスタではみんなの夢や目標を大募集するじゃん。将来の夢を叶えたい、新たな目標にチャレンジしてるなどなど、みんなが頑張ってることを全力で応援するじゃん。おはスタホームページからじゃじゃん送ってね。続いては今日のお天気 MC MC Weather Report。 はい、今日のお天気をお伝えします。全国的に晴れるでしょう。福岡から名古屋はポカポカ陽気になりそうです。東京は風が
ひんやりするので昼間も羽織るものがあると良いでしょう。以上、天気でした。ようこそ。ここは謎解き好きのためのテーマパーク、リドランド。僕がイーノやゾナーさんと一緒に開拓したひらめきアイランドにできた新しい施設なんだ。この謎モンカプセルを回すと謎解きを出してくれる謎モンが出てくるよ。謎モンカプセル、ゴー。今日はノーマルランクです。選ばれたのは警察官のポリスマン。頑張るタイプの謎解きを出してくるよ。パトカーに書かれた文字を並び替えてできる言葉は何？謎解きスタート。トウロパリ、俺のところはトウロパリ。トウロパリ、パリ、パリ。ここでヒント。最初の文字はパイパトリ。パトリロ。パトリロ。あれじゃない、あの、まる、パト、パトリロ。タイムアップ。それでは正解発表だ。こういう風に入れ替えるとよかったね。できる言葉はパトロール。どう？みんなは取れたかな？明日も待ってるからね。それでは今日も一日、レッツキャット。ひらめき。この後はおはりぷん。おはりぷんにメッセージを送ります。受信機の電源入れといてね。受信機の今月の最強ジャンプはワンピースカードゲーム特集の第2弾。すぐに遊べるミニカード25枚セット。全豪の付録と合わせるとさらに強いデッキになるぞ。そして市販サイズのカードを得られるオリジナルデッキケースにヤマトデザインのドンカードもついてくる。ユニオンアリーナからは釘崎ノバ、遊戯王ラッシュデュエルはディープシーハンターが登場。最強漫画もてんこ盛り。最強ジャンプ5月特大号4月4日発売。この春、異世界ダンジョンで何かが起こる。個性豊かなパーティーに次々襲いかかる史上マックスレベルのモンスターたち。特殊能力を持つパーティーが魔法のアイテムを集め、超とんでもない未来に挑む。脳みそくん、止まれ。脳みそくんだ。頭のいいやつの脳に反応する。いや、反応しないんかい。誰と組むかにかかっている。ダンジョンズ&ドラゴンズ、おはスタは TVer で配信中。お気に入り登録もよろしく。時間ギリまでおはい。チェル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 。はい、こちらも新しいコーナーです。このコーナーではね、おはスタホームページや Twitter に寄せて誰かですね、おはともからのコメントに時間を許す限りスマニーたちがリプしていきたいと思います。はい、おはリプというね、ハッシュタグをつけてぜひみんなもね、応募してください。よろしく。はい、じゃあまずは、じゃあわしから読ませてもらおうかの。東京に小学4年生のリアちゃんじゃ。ずっとヒップホップもやっておりましたが、ジャンルを変えてジャズファンクに挑戦しています。もっと頑張りたいので応援をお願いします。ダンス頑張れ。すごいね、ジャンルを変えてもね、こうダンス、ね、挑戦してるところがかっこいいね。すごいね。さあ、じゃあ続いてね、スバに行ってみたいと思います。はい、神奈川県の小学5年生スバルくんからの、リップです。スバルくん、はい、少年少女空手大会の組手で銅メダル。次は秦野国際大会にも出場しますということで、すごすぎるね。マジであのスバルくん応援してるんでね、頑張ってちょうだい。頑張れ。秦野大会に行くのはね、かなりハマらずね。今行くよ。小学4年生大阪のトワくんです。最近縄跳びを頑張ってるよ。二重跳びが跳べるようになったから、もっとたくさん跳べるようになりたいな。そっか、岩井ももっとたくさん跳べるようになりたいな。はい、ルワちゃん行きます。ありがとうございます。東京小学3年生あきちゃん、朝ごはん食べたを言ってほしいです。おう、じゃあ俺、朝ごはん食べた。アイドルになってるな。はい、ありがとう。はい、私行きます。東京都小学6年生の大輝くん、料理を頑張っています。小さい頃から料理が好きなので、おはスタで料理企画があれば呼んでください。よろしくお願いします。だって大輝くんの料理食べてみたいな。すごい、うめえ。
紹介したいと思います。鬼滅の刃のシナズガオはサネミや呪術回戦のパンダでおなじみの関東大さんでした。おはようございます、声優やっております関智一と申します。よろしくお願いします。すいません、朝からお耳汚して失礼いたしました。また次は取り組みくださいね。木村とも頑張って、ありがとう。